こんにちは、りょうです。今日はね、大富豪に教わった、ギブしても成功する人としない人の違いについて話をしていきたいと思います。質問をいただきました。りょうさんはいつも人に与えている印象です。それは与えた方が成功するからでしょうか世の中には与える人と、もらうことばかり考える人がいると思います。私もなるべく与えようと思うのですが、職場の人に当たり前のように思われてしまうと、なんだかやる気が出ません。それでも与え続けるべきなのでしょうかってことでね、質問いただいたんで回答していきたいと思います。結論なんですけどね。 長期的には、与える人、ギバーですね。ギブする人の方が、奪う人、テーカーよりも成功するよと。これは間違いないと僕は思ってます。で、僕自身も、まずは与えよっていう精神が好きなんですね。ただし、自己犠牲型のギブにならないように注意しましょうと。与え方とかね、与える人っていうのに注意しないといけないんですね。でちょうどいい本があったんでね、合わせて紹介していきたいかなと思います。これですね。アダム・グラントさんのギブアンドテイクっていうね、本ですけど、非常にいい本なんでね。 実際まあ僕もね、いろんなこう大富豪の人たちとかに、そういう考え方とか、たくさん教えてもらったり来たんで、体験談も含めてね、一緒にやりたいかなとで。世の中には3種類の特性を持った人がいるんですよね。奪う人ですね、まずね、テイカーって呼ばれる人ですけど、人に何をしてもらおうかっていう意識の人ですね。でそれから、与える人、ギバーですねえ。人に何をしてあげようかっていうのがベースの人ですよね。それから、帳尻を合わせる人、マッチャーって言うんですけどね。 まあ、損徳のバランスを取る人ですよ。これをしてくれたら、これをしてあげよう。何かしてくれたから何かしてあげようとかね。何にもしてくれないんだったら何にもしないとかね。なんなら攻撃されたら攻撃し返すみたいなね。まあ、そういう人たちがマッチャーですね。誰しもが奪うときと与えるときがあるんですね。例えば家族とかといるときは、テイカーだったりとかね。まあ、もらう側。まあ、奪うまでいかなくても,もらう側だったりとか、友達といるときはギバーだったりとかね。大体の場合、え人に対して、他人に対してどんな風に人を扱うか。 っていうのがね、その人の主な特性と、ベースが人に与える人だったら、まあたいギバー。で、ベースが誰からでもだいたいもらうことばっかり考えてる人だったら、まあテイカーみたいなね。まあ、そんな感じになってくるんですね。で、3万人以上に調査をした結果、だいたい割合で言うと、テイカーが19%ぐらい。で、ギバーが25%。で、マッチャーが56%。これを見るとほとんどの人がマッチャーなんですね。何かをやってもらったら何かをお返ししようみたいなね。まあそういう感じの人が多いってことですね。 じゃあ、この3種類の人の中で誰が一番得をするのか、何千人もの人への調査を行ったわけですね。成績表だったり、売上だったり、いろんな業種で調査した結果ね、それぞれの職種で最低の成績を出してる人っていうのを調べたんですね。意外なことにギバーだったんですよね。与える人が一番成績が悪かったんですよ。 医者だったり学生だったり営業マンだったりね、すべての職種で最低の成績を出していた人はギバーなんですね、与える人と。で、その理由はじゃあなぜなのっていうことを調べていくと、見返り以上の仕事をしてた人たちですね。頼まれ事しちゃったりとか、都合が悪い仕事を押し付けられたりとか、他人がやるべきことをやって自分の時間がなくなって自分の仕事が終わらなかった人たち。で、そういう人たちはギバーなんだけど、最低の成績出してたんですよね。じゃあ、 どの職種でも最高の成績を出してた人っていうのはどういう人なんだろうってね、調べていった結果、これがね、テイカーではなくて、マッチャーがね、存在するからテイカーじゃないんですよ。テイカーってね、一番上になれないんですよ。まあ当たり前っちゃ当たり前な話なんですけどね、マッチャーってのはやってもらったらやる人たちでしょテイカーが奪うことばっかり考えてたら、マッチャーたちは誰も協力しなくなるわけですよ。多くの人がマッチャーなんだから、テイカーってのは結局一瞬上がってもね、落ちていくんだと。 かかからもららもううううここととばっっっっり考えるててていいい人は誰からも相手にされなななくくそんですよじゃあ、マッチャーが最高成績を残すのかっていうと、そうでもないんですよ。すべての職種で最高の成績を出していた人もギバーなんですね。与える人なんですよ。ちょっと不思議なデータですよね。いろんな職種で成績が一番いい人もギバーだし、成績が一番悪い人もギバー、最上位も最下位もギバーばっかり、ギバーギバーって言ってますけどね。 こういう話していくと、じゃあなんで同じ与える人なのに差が出るのかっていう話になっていくんですけど、これはね、テイカーの存在なんですよね。テイカーっていうのは基本もらうことしか考えてない人ですね。奪うこととか、相手に依存するとか、やってもらって当たり前とかね、こんな感じの人たちなんですね。ね自覚あるかないかはちょっと別として。口述するんですけど、ありがとうって言ってたりとか、あの人は人当たりがいいからきっとテイカーじゃないんだ。そんなことないんですよ。人当たりのいいテイカーでめちゃくちゃいるんですよね。この辺は後で話します。 で、テイカーに対して、いくらギブをして与えたとしてもね、ラッキーとか、じゃあこれも頼んじゃおうとか、もっともっとみたいな、え、この前あったのになんで今回はないのみたいなね。もう本当終わりがないんですよ。いませんかねそういう人って。結構ね、テイカーって周りにいるんですよ。このテイカーに対してギブをしてしまうと、自己犠牲型のギバーになっちゃうんですよ。自分がどんどん疲弊してしまうってうことなんですよ。これが成績が悪いギバー与える人なんですね。どん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 消耗していくだけと。 で、自分がそうなってしまってるっていう人もいるかもしれないし、周りにもそういう人いたりしませんなんか嫌な仕事ばっかりいつも引き受けさせられてる人とか、なんだかんだって都合よく使われてる人とかね、ボロボロなってる人みたいな結構いたりしませんかね。僕の母親なんかはね、このタイプなんですよね。結構愛の人なんでね、一生懸命引き受けたりとか、何か困ってる人とか見たら自分でなんとかカバーしてあげようとか、頼られたらなんとかしてあげようとか言って、なんとかしようってしてるんですけど、大変になりがちなんですよね。じゃあ成功するギバーとは一体どうなのかっていうと、 他人のことも考えると。でも自分のことも大切にするっていうね、このお互いがウィンウィンな状態を作れるっていうギバーが成功するギバーなんですよ。市場を大きくするっていう概念を持ってる人ですね。10あったパイを取り合うんじゃなくて、お互いがいい状態を作って、10あったパイを20とか30にして市場自体を大きくしていくって、これがね、成功するギバーなんですね。例えば僕の周りの成功してるギバーのお話なんですけど、大谷さんなんですけど、 みんなね、この人のために頑張りたいっていうような感じなんですね。本当にね、提案が上手で、どっちも良くなるようなちょうどいいラインっていうか、工夫っていうかね。例えば車を買う時なんですけど、まあこれは市場を大きくしてるわけじゃないんですけど、値引きとかにしてもね、提案するのがすごく上手なんですよ。今後必ずあなたのところで売るし、あなたのところで買うから、だから、 このラインまで安くしてもらえないかとかね。例えばそういう提案とか、まあ一つの例ですけどね、提案してたりとか、まあ大家さんなんで、持ってる家のリフォームとかを頼む時とかも、最安値っていうわけじゃないんですけどね、こんだけ丁寧な仕事、あの金額でクロス屋さんとか、リフォーム業者さんとかみんなやってくれてるってすごいなぁ、みたいな。ね。でも、業者さんと僕実際紹介してもらったりとかして喋るんですけど、めっちゃね、どの業者さんも喜んでやってくれてるんですよ。もう、いや、もうあの人だ、まあ全然もうこの価格でいいんです。他では絶対やらないですけど、みたいなね。 でこの理由って本当いろいろあって、例えば、まあ、絶対にやってくれた仕事に文句言わないとかね、何かあったとしても、あとはこちらで責任持つとか、支払いをとにかく早くするよとかね、コミュニケーションコストを下げるとか、知識をたくさん渡すとかね、え、こんなことしたら得するよとかね、何気ない雑談とかしてて、ああなんですか、こうなんですか、とかっていろんな話をね、何気ない話をたくさんしてるんですけど、相手へ与えれるものっていうのをたくさん、知識をたくさん持ってる大家さんなんで、なんかお得なことをね、結構伝えたりとかしてるんですよ。 だから知識をたくさん渡してる代わりに、なんかトータルで得してるみたいなね。車買うのとかも、フェラーリ買わはったんですけど、どうやってこんなに安くしてもらったみたいな。でもね、相手も納得してるんですよ。で、出会う人出会う人とか、業者さんとかね、全然この大家さんのこと悪く言わない。愛されてる大家さんっていうかね。例えばこの大家さんがいないところで会った人とか、その大家さんの話とかになっても、もう本当にあの人にお世話になってるから、この仕事のやり取りに関してはもう損得抜きでいいんですよ。 もうめちゃくちゃいいお客さんとかいっぱい紹介してもらってるんで、別にこの方の仕事極端してただでやったとしても、トータルでうち得させてもらってるんでっていうね。まあ、こんなことをどの業者さんも言うわけですよね。だからすごくいいやり方ですよね。すごくね、学ばせてもらった大家さんですね。それから広告代理店とかでもね。 10年以上付き合いならすごくいい代理店なんですけど、うちのサイトとかからね、この枠を取ったら1000万円の売り上げがあるとした場合に、まあいろんな会社が提案、持ってくるわけですね。この枠が欲しいからこの広告枠を買わせてくださいって来るんですけど、 A 社は月額100万円ねの手数料で広告全部やらせてくださいみたいなね。手間はかけませんみたいな。管理しますよみたいなんで来るんですけど、B 社とかはまあ売上げの10%くださいとかね。まあなんか言ってくるわけですよね。C 社は売上げの20%をくださいって一番高いんですよ。でも、ただし絶対に手元に1000万円以上残します。 広告を最適化してユーザーにとっても興味を持てるって広告にしますし、こちらからもサイトとかサービス全体の質が上がるような提案をどんどんさせてもらいますみたいなね。で、売り上げは20%以上必ず上げますと。ユーザーにとっても、本社にとっても、弊社にとってもいい状態を作りますみたいなね。市場をね、まあ、広げるってことですね。だから20%くださいみたいなね。まあ、こういう提案してきてくれた広告代理店の社長さんがいて、この会社とまあずっと10年以上付き合いがあるってね。まあ、これがパイを大きくする考え方の一つじゃないかなと思いますね。 で、他にも、まあ、リベダイを例えば手伝ってくれたりとか、応援してくれてる人たちとかもいるわけですね。で、まずは与えよのギバーの精子の人たちが結構いて、やっぱりなんとかそういう人たちで良くなってほしいんですよね。なんか僕からもできることないかなとか、できるだけ協力したいかなって思いますよね。実際、そういう考え方でね、やってくれてる人たちっていうのは、成績も上がってきてるみたいなね。良くなってきてるっていう人が結構多いんですよね。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、 人に与えるっていうのは素晴らしいことなんだけど、ただ与えるだけだったら、低下に搾取されたりとか、自己犠牲になってしまったりとか、まあ損するギバーになるだけだよと。で、人間的には素晴らしいことでもっと評価されてほしいんですよ。こういう自己犠牲のギバーっていうのも、もっとスポットライトが当たって、評価されてほしいなと思うんですけど、なかなかね、やっぱり難しいんですよね。成功するためには、まずは与えるっていうね。やっぱりこれが一番成功すると僕は思ってるんですよね。正しい低下は避けないといけないよと。 ここの見る目を養わないといけないんですよね。テイカーを見抜く目っていうのめちゃくちゃ大事なんですよ。テイカーってめっちゃ寄ってくるんですね。しかもギバーになると余計に寄ってくるんですね。結構そういう匂いっていうのを敏感に嗅ぎつけてくるんで、やっぱりね、このテイカーっていうのをすごい気をつけないといけないと。で、マッチャーとかギバーに対してギブをしていくとどんどん自分が良くなるんですよね。自分も大切にしようってことですね。 マッチャーっていうのはね、与えれば与えてくれるっていう人なんで、どんどん自分も与えてもらえると、ギブすることによってどんどん返してくれるんですよ、こういう人たちね。で、い,いループが生まれていくと。で、自分も相手も大切にして、その上でパイをね、市場を広げていくっていうような、まあ、これがすごく大切なんだよ、こういうことをね、言ってます。 誰でも人にギブできるよっていう話をしたいんですけど、そんなこと言ったって私に与えれるものなんかないとかね、与えたいっていうのはもちろん山々なんだけど、私にできるそんな特別なスキルとかもないしとかってね、よく聞かれる言葉なんですよ。ちょっとの工夫で誰でも人にギブできるよっていうことなんですよ。テッドっていうね、有名なビーチのね、バーでも5分間の親切って言われてるんですけど、人の間を取り持つとか、知識を共有するとか、率直な意見を言うとかね。 人に認められてない頑張り屋さんを見つけてあげるとか、特別なスキルとかがなくてもできるギブってあるんですよね。実際僕の周りの成功してるギブしてる人たちってねえ、すごく褒め上手なんですよ。無理に褒めてるんじゃなくて、その人のいい部分を見つけてあげてるようなね。なんか自分がされて嬉しいってことを人にしてあげてると。もちろんプレゼントとかにしたって、物にしたって、そんな高いものをあげるとかじゃなくて、ちょっとしたものとかですよね。あんまりお金使わなくても与え上手っていうかね、自己犠牲じゃないギブ。 なんか、わらしべ長者理論って呼んでるんですけど、物と交換じゃなくてもスタートできると。そうなってくるとまた何か返ってくるんで、どんどん交換していいものにしていくみたいなね。すごくいいループですよね。お互い良くなるよね。長く成功してる人たちっていうのは、ギバーが非常に多い印象なんですね。周りを見ても。お金を持ったからギバーになったっていうよりは、ギバーだったからお金持ちになったし、成功したっていう、そんなね、なんか印象を僕は周りの人見ててもね、思いますね。 もちろんたくさんのテイカーたちっていうのを見てきたんですけど、やっぱりね、自分が依存してくれくれくになってるってことに気づいてないんですよね。なんでこのぐらい答えてくれないのとか、このぐらいいいやんとか、もうラッキーとかね。まあその程度とか。こういう人たちは結局沈んでいくと。長い目で見たら誰も助けてくれないからですよ、そんな人。もらうことばっかり考えてたら、まずマッチャは助けてくれないですよね。で、テイカーってのはもらうことしか考えてない人だから、当然何もしてくれないわけですね。 そしてえ、結果も出ないと。ほとんどの人たちが助けてくれないんだから結果出ないわけですよね。自分でどうにもできないし、じゃあ頼れるのはどこかってなったら、結局搾取できる自己犠牲型のギバーだけなんですよね。だからテイカーの人たちっていうのは必死で、この搾取できる自分のよりしろみたいなギバーを見つけに行くんですよ。 だから、このギバー、ギブする人たちっていうのは、この手のテーカーに非常に注意しないといけないと、あえて必死で探してるからね。気づかず無意識の間やったとしてもね。なんでここ気をつけないといけないと。で、僕の会社でも一番面接とか採用とかで気をつけてることは、価値観が違う人を入れないことなんですね。それって言い換えるとテーカーはお断りってことですよ。一人テーカーが入るだけで大きく乱れるんですね。腐ったみかん状態になってしまうと。 だから、こういうテーカーっていうのは本当に気をつけないといけないと。自分の周りにもね、多分いると思うんで、この辺ね、やっぱ関わらないっていうのが一番いいんですよ。どうしたらこのテーカーって見分けたらいいのっていう話をよく聞かれるんですけどね。これがね、割と見分けが難しい。経験値がいるんですよね。人当たりのいい人とか、人当たりの悪い人じゃないんですよね。その人の価値観とか、他人に対する意図。 人当たりの良い,いギバーっていうね。これ簡単ですよね。人当たりもいいし、すごい優しいし、とか言って,書いてね。すごいわかりやすいんですよね。人当たりの悪いテイカーっていうのも、なんかもうすっごい嫌な感じのやつで、なおかつ人からもらうことしか考えてないみたいな、なんか悪者の代表みたいな。これも簡単ですよね。見分けにくいのがここなんですよね。まず人当たりの悪いギバーって。人受けは悪いんだけど、与える精神持ってる、それがベースの人ってことですよね。 これはね、損するタイプの人なんですよ。会社とかからするとね。感じが悪いんだけど、ついついちょっとぶっきらぼうとかそういう感じが出ちゃうんだけど、テイカーじゃないんですよね。でも、組織ではちょっと低評価をもらってるっていう、ちょっとかわいそうなギワーなんですけどね。で、ここですよ。一番困るのが、人当たりのいいテイカーっていうのがいてね、いわゆる詐欺師と。これが一番厄介なんですね。 上にはこびて、下は見下すっていう傾向がこういう人たちはあるんですね。上司とか有力者に対してはペコペコするよと。でも部下とか下って思った人に対してはすごく支配的になると。でもね、実は第一印象がいいんですよ。もらうこと考えてるから、必死でどうやったらもらえるかだけ考えてるからね。最初人当たりいい人結構多いんですよ。ちなみに、ドイツのね、心理学者の研究によると面白いのがあって、 SNS のアイコンのプロフィール画像あるでしょこのプロフィール画像の写真が自撮り顔の写ってる範囲の比率が高い人ほどテイカーの傾向にあるらしいっていうね。まあ、必ずじゃないですけどね。でも結局ね、やってることとか価値観とかその人が日々話す言葉の端々とかで感じ取っていくしかないんですよね。で、テイカーを見極める力が身につく本の一つとして紹介したいんですけど、幸福のための人間のレベル論っていうのがあって結構ね、 ケダモノフィールドとかキツネフィールドとか、まあ、そういう相手のステージっていうのを区分けして分かりやすく書いてくれてる本でして、この人、このフィールドかなとか思うところが結構出てきたりとかすると思うんでね、見分けするのにすごくいいと思いますね。まあ、一つの指標として持っとくとね、面白いですよ。で、ベッドね、サイコパス、ここの4つにも当てはまらないサイコパスっていう、もうやばいテイカーがいるんですけど、まあ、今回ちょっと長くなるんで割愛しますと、また需要がありそうだったらね、いろんなサイコパスについてね、語りたいかなと思ってるんですけどね。 まあ、あいろいろ話してきたんですけど、まとめに行きたいと。世の中には3種類の特徴を持った人がいるんだよと。一番成功するのはもうギバーだと。僕の感覚としてもそうだし、実際の研究結果でもそう出てるんですよね。で、ギバーにはやっぱり人が集まるからね。与える人のところに人って集まるからね。ただし、自己犠牲型のギバーにはならないように注意しようねと。低下を避けようねってことですね。 それから、相手のことも大事なんだけど、自分のこともちゃんと大切にできる、与える人になった方がよりいいよってことですね。抵抗するギバーになるためには、パイが広がるようなギブを考えよう。そういうことですね。参照っていうことでね、今日話した内容とかもたくさん入ってるんですけど、冒頭ですね、話しした、このギブテイクっていうね、この本と、それから、 同じように過去に少しね、ちょっと別の視点ですけど、このギブについてって人に与えるっていうことで話もしてるんでね、参考にしてもらえたらと思います。このギブアンドテイクの本ンね、読むのちょっとしんどいなっていう人は、このテッドでね、 アダム・グラントさんね、この本書いた人ですけど、この人が解説というかね、喋ってくれてるんでね、10分ぐらいの動画なんで見やすいと思います。それから幸福のための人間のレベル論ですね、この4つがおすすめかなと思います。で、成功とはっていう話をしたいんですけど、このアダム・グラントさん曰く、他者の成功を手伝うことっていうのが成功なんだよっていうね、ことを言ってましたね。 それから僕のもう一つ好きな言葉で、人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られるっていうね、このアインシュタインの言葉が結構好きなんですけど、こういう偉人たちの言葉を借りてね、えー、今日は終わりたいと思います。以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。これからもしっかり学んで行動して自由な道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。それでは今日もいい一日を